を行います。ファイナル戦の日まで今しばらくお待ちください。お待たせいたしました。それではただいまより日生工芸2010ファイナルセレモニーを行います。この1年間、ファン、サポーターの皆さん、大変なご支援、ご声援、ありがとうございました。本当に悔しい思いをさせてしまいました。しかしながら、本当に最後の最後まで、今日の試合もそうですけれども、本当に日生に関わる全ての人たち、本当にファン、サポーター、そして応援に関わっていただいている皆さん、選手、スタッフ、社員、スタッフ、全員が本当にクラブ一丸となったというふうに強く感じています。残り1試合、アウェーの裏付けになりますけれども、残留に向けて必ずやってくれると信じています。続いて、ヴィッセル神戸監督、和田雅宏より皆様にご挨拶をさせていただきます。まだ骨折を残しておりますが、スポンサーの皆様方、そしてファン、サポーターの皆様方、1年間ご支援、ご声援、誠にありがとうございました。までやってきましたけれども、皆さんの期待に応えられるような結果を残していません。そのことについて、深くお詫びをしたいと思います。本当にすいません。ただ今日の勝利で最終節まで望みをつなぐことができました。それでは、ヴィッセル神戸主将、大久保嘉人選手より、
皆様にご挨拶をさせていただきます。今年1年間の応援ありがとうございました。チームは、なかなか連勝もできて苦しい戦いが続きましたけど、僕たちを信じて応援してくれたサポーターの皆さん、本当にありがとうございます。今日勝ったことで、3勝に向けて、もう一つ、戦うことができます。アウェイのフランスなんですけど、なんかファンサポーターの皆さん、一つになって、一緒に戦ってください。よろしくお願いします。最後に株式会社クリムゾンフットボールクラブ代表取締役会長生谷幸博氏より皆様にご挨拶をさせていただきます。サポーターの皆様、そしてスポンサーの皆様、今年は大変苦しい戦いが続いております。大変申し訳ございません。我々が一節神戸の経営を引き継ぎまして、今年で7年目になります。毎年毎年 ACA を目指すということで一生懸命参りました。今年に関しては人事を尽くして懸命を回す選手も、今日本当に素晴らしい戦いをしてきました。あと一戦、今シーズン最後になりますけれども、本当に必死でやってくれると思います。クラブの運営に関しましては、なかなか結果が出てないんですけども、引き続き育成、強化、一生懸命やって、皆さんと一緒に必ず神戸を来れるようなクラブにしていく所存でございますので、今後とも引き続きご支援、お座席の移動をなさらないように皆様のご協力をよろしくお願いいたします。